こんにちは細胞ビオ研究所の宮木浩一です、えー。それではこの動画では老化防止の第一歩、老化の根本原因とはというテーマでお届けをしたいと思います。よろしくお願いします。まあ老化でですね一番気になるのは、えー、まああの統計データにも出てるんですけど、まあ、おそらくですね、えー、まあ容姿であったり見た目に関することだと思うんですね。 例えば顔のシワが増えたとか、えー、顔にシミが増えたとかですね。それから顔にほくろが増えたっていう方も、えー、いらっしゃいますし、えー、まあ多いのは白髪が増えたとか、あとは薄毛になってきたっていうことですね。まあ老化で一番気になるのはやっぱりその外見に関することだと思います。まあそれで、えーまあ、老化対策をしていくわけなんですが、 実際にですね、えーまあ、どんな老化対策が取られているのかっていうと、えーまあ、こんな感じですよね。こんな感じで、まあ、スキンケアをしているっていうことです。例えば、化粧水であったり、まあ、美容液であったり、あとこの写真のようにパックをしたりですね、それからあの保湿クリームですね、乾燥が良くないので。 まあ、保湿クリームを塗ったりっていう、まあ、そういうスキンケアが多分中心、まあ、見た目が気になるのでそのねなんとか見た目を、えー、保ちたいっていう気持ちで、まあ、スキンケアをされてると思うんですね、まあ、特に女性の方はこういうスキンケアをされてるのが多いんじゃないでしょうか、まあ、あと男性の方は、まあ、ほとんどスキンケアはあのされてないかもしれないですよねそうすると、えーまあ、やっぱり見た目の老化はどんどん進んでいくっていうことに、えー、なってしまいます でスキンケアもちろんあの重要なんですけど、えーまあ、問題があってですね、まあ、それはあの防腐剤がほとんどの,その化粧品、まあ、スキンケア用品に入っているでその防腐剤はあのもちろん体に良くない成分が、えーまあ、ほぼ間違いなく入っているということですねそれがまず1つとあとはその根本的なあの老化防止になっていないんですねスキンケアというのはあの本当に一部の表面的なことであって あの根本、本当の意味での根本の、えー、老化防止策にはなってないんです。で、えー、じゃあどうすればいいのかっていう話だと思うんですけどあの、まずは老化の根本原因を知る必要があるんですね。で、その根本原因が分かっていないので、まあ、適切な対策が,対策がまあ取れてないっていうことで、えー、私の方でですねあの、老化の根本原因が分かるような あのオンライン講座をあの無料のね誰でも見れるオンライン講座を、えー、作りましたでそのタイトルが、えー「なぜおじいちゃんおばあちゃんの体は小さいの、えー、9割の医者が知らない老化の本当の原因とは?」っていうタイトルで、えーまあ、動画をね作っていますでその動画はどこで見れるかっていうとですねこの細胞美容研究所っていう、えー、私が運営しているあのサイトがあるんですね えー、その記事の中に、あのー、動画の見方が書いてあります。で、その対象となっている、今回あの対象となっている、えー、記事、ブログ記事があるんですけど、その URL を今あなたが見ているこの、ね、YouTube の動画の、えー、下に URL を貼っておきますので、えー、そのリンクをクリックしていただくと、まあ、そのページが、ね、表示されますので、えーまあ、そのブログ記事をあの 最初の方はブログ記事が書いてありますので、その記事を読んでいただいて、その下の方に行くとですね、あの動画を視聴する方法が書いてありますので、あのその方法に従って、視聴をね、していただければと思います。えー、それではあの、今までですね、ここまでですね、見てくださり、あなたの大切な時間をくださり、本当に。 ありがとうございます。また、あの、細胞美容研究所の,あの動画でね、お会いできるのを楽しみにしています。それではまたお会いしましょう。